三田平凡寺は、明治大正期の珍品収集家。得意な趣味人として知られた。富裕な材木賞、三田源の息子として、東京市芝区車町に生まれ育つ。本名、三田林蔵。父の三田健次郎は、東京府江原郡駒,駒沢村の農家の出で、幕末に、火付打ち壊し、安政王自身によって、財をなし、明治維新の頃。 東京市芝区車町に移り、材木賞として成功した。少年時代は、稲荷前の宮崎という私立小学校に学ぶ。12歳の頃、近所の友人と遊んで行った時に、笹サ,サ様のものを鼻の穴に立ててふざけた弾みに転んで、鼓膜を破り、それが原因で14歳の頃に聴力を失う。そのため日常会話には主に筆談を用いた。その後、 1894年頃荒木漢歩と小林清下に絵を指示、はじめは千空と合した。さらに川柳を大手金賞に、強化を蟹の矢差分に、監視を牧地上に指示し、習い事に才能を発揮した。聴覚障害のため家業を番頭に譲って、家作を購入し、千学寺周辺の地主となった。19世紀末、 日本に入って間もないローラースケートをいち早く購入して、これに熱中、かつては天田公平のアトリエとして利用されていた自宅の一部をスケート場に改装し、ここで存分にローラースケートを練習した。さらに、形のいい台弁を排泄した時には、その瓶を石膏で型取って模型を作り、それに金粉を塗り込んで保存するなど数々の機構で知られた。 30歳頃まで、孫悟空を崇拝して、ドンチソラと名乗っていたが、1908年11月、趣味山平凡寺を名乗り、1909年に開祖となって19、1919年6月20家事の会員を集めて、趣味人の会である、ガラクタ州を設立、エマ、土族玩具、監視玩具などの収集市味同行者を全国に募った。翌1920年には、 斉藤昭三、宮崎仙外、田中緑光、稲垣豆人、スタール博士らが集い25名に、増加、8月に帰還し、趣味と平凡を相関。後に、最国33カ所札所にちなんで、会費33世の月例会を開催、各種の趣味品交換などを行った。会員には他に、旧福井藩主、松平康志宗公爵や沢田子、猫庵 川村メディに、川村スノコ、インド人ジーシングラがいた。また、ポーランド詩人ルビエンスキー、宮武骸骨やアントニーン・レイモンドとも家族ぐるみの信仰があった。収集品は、あらゆる分野に及んだが、とりわけ色道に造形が深く、廃物堂と名付けた、天井裏に収集品を陳列し、訪問客に観覧させた。太平洋戦争中は、 岩手県森岡市に疎開。膨大な収集品は、この疎開に際して、自宅の庭に埋めておいたところ、帰宅後には全て紛失していた。駅の道にも火で、晩年は建築設計の依頼を受けたこともある。夏目漱石を尊敬し、我が輩は猫であるのパロディ、我が輩も猫であるを表した。その他の著書に、法費論など、淡島関月の親戚でもある。 五反田宝刀寺の住職の妹、清子をめとり、二男四女を儲ける。次女は、天田康平と結婚。末娘の香米子は、ハープ奏者で、夏目漱石の長男、純一と結婚した。その間に生まれたのが、漫画コラムニスト夏目ふさの助である。ふさの助本人は、漱石の血よりも平凡寺の血を濃厚に、受け継いでいるように感じると語っている。山口正夫。 内田路安山脈岩波現代文庫2010年70ページ京都岩具辞典91ページ山口正夫内田路安山脈岩波現代文庫2010年82ページありがとうございます